ートの発見機がちょっと混んじゃってて。はい、これみんなの分ね。ありがとう。この映画かなり人気みたいだから、リミリンがチケットの予約してくれてなかったら見られなかったかもね。リミリンファインプレイ。あのさ、この映画ってどういう映画なの？私全然知らないで来ちゃった。マジでか？ネットでもよく CM やってるぞ。そういうのあんまり見ないから。ほんと評判いいよねこの映画。昨日もテレビであの人がこの映画を見て泣いたって言ってた。なんだっけあの人、ドラマとかにも出てるなんとかっていう。情報少なけど私は意外だったな。これって王道の青春ものだよね。アリサってこういう映画が好きなんだ。ああいや別に青春ものが好きってわけじゃなくて、この映画はネットでも評判がいいから。わかるよアリサちゃんの気持ち。私は普段ホラー映画ばっかり見ちゃうけど、この映画は映画館で見たいって思ったもん。リミリンって本当にホラー映画好きだよね。アリサが青春映画を好きって以上に意外じゃない？だから別に好きってわけじゃねえの。ちなみにかすみはどういう映画が好きなの？私はやっぱり楽しい系が好きだな。今やってるやつで言うと、あそこのポスターのやつとか、あの CG のアニメみたいな。すげえぽいな。私はあっちの恋愛映画かな。王道のシンデレラストーリーに弱いんだよね。ポスターの感じからしてもそういう雰囲気あるし。おたえって映画を見てるイメージ全然ないんだけど、おたえも映画見るの？うん、たまに見るよ。私は踊るやつが好き。踊るやつ？それってつまりミュージカル映画ってこと？わからないけど、話の途中で急に踊り出すの。なんだその謎映画は。あ、そういえば前に見たインドの映画がそんな感じだったかも。話の途中で急にたくさんのダンサーが出てきて踊ってた気がする。そうそう、そういう感じ。え、なんで？なんで急にダンサーが出てくるの？わあ、すっごい知りたい。私も見てみたくなっちゃった。あ、見て、そろそろ入場できそうだよ。行こっか。待って、その前に私ポップコーン買わなきゃ。私も一緒に行く。それじゃあ入り口のところで待ってるね。はあ、すごかったね。このままもう一回見たいくらい。その気持ちめっちゃわかる。映画でこんなに泣いちゃったの初めてかも。私なんてもう途中からずっと泣いちゃって。あそこのシーン良くなかった？あの主人公が仲間のために走り出すところでしょ。あそこは本当映画史に残るね。私思わず拍手しそうになっちゃった。はあ、思い出しただけで涙が。あのままみんなで踊ったら最高だったと思う。おたえ、それはない。それは台無し。アリサがこの映画を選んでくれて本当よかった。アリサどうしたの？なんかテンション低いけど、ひょっとして面白くなかった？そういうわけじゃねえけど。あのシーン、アリサはどうだった？主人公がちょっとやめろ、それ以上言うなって。あれ、アリサ？目が赤いよ。どうしたの？これはその目にゴミが入っちゃって。私ちょっとトイレ行ってゴミ取ってくる。目が痛い。あ、それじゃあアリサ、出たところで待ってるね。ねえ、そうよ。今アリサ泣いてなかった？え、そうだった？私は気づかなかったな。気のせいじゃない？そうかな。
みたいに見えたんだけど。ほら、目にゴミが入っちゃうと涙も出てきちゃうしね。ああ、そっか。私、アリサが感動して泣いてるのかと思っちゃった。まあまあ、細かいことはいいって。はい、それじゃあアリサが戻ってくるまでに次行く場所決めちゃおう。